はいまあ、アフターオーライはいよね問題はこれだこれを見てね訳せるやつがいたら顔が見たい、ね、君の前には「我々は死につつあるすべての瞬間に」とか言うてそれなんだよそれすべての瞬間に死につつあるってなんだよねそれ分かんないって言いなさいだから。 豚の尻尾にならななならいいいででかかんんんことは分かんないって言うんですよそれを君らの中にはこれを見てこねくり回すやつこれはえっときっと人間は1秒ごとに死へ向かって歩いているという意味でとかねそんなどっかで聞かせてきた情報なんか聞いてないんだよ作者が何のつもりでこれを言っているかと言われたらそれは分からないだよ。ねで分からないことはどうするんだ作者にちゃんと聞きゃいいんだよ分からないよってねそれがさっきも言ったように対話なんだろ so, uh, we in the u.s. for example, and uh, we do have to recall that at least a fifth of all americans die without warning. <laughs> いらねえなこの部分を読んであなるほどそういうつもりでこの人はこれ言ってたんだなとねこれ何のつもりで言ってたのかまあここからでもビギナさわかるでしょで読んでみるとわかるよえそれからコントロールに「接続詞は1個でざっと。 であドゥ・ウェル・トゥ・ヴィーっていうのはこれもやっぱり一種のイディオムでドゥ・ウェルとトゥ・フテイシを分解してもしょうがないんでドゥ・ウェル・トゥ、well ・ o、え、ィーで V する方がいいでしょ ?V する方がいい V しておくと良い,いで我々アメリカ人は思い出しておくといい何を思い出すんだいって言ったらこれで覚えといてくれよとで何だって A fifth of all Americans die A ア・フィフスは分かるよね。 5分の1、ね、大丈夫かよおいあのさこういうの知らないって人はたまに東大コースに混ざってんだけどそれって「とう」と「だい」の間に入るのは「今日じゃなくて「よう」と「かい」じゃないのねいいでしょでもねいるんだ絶対だからこんなこと書くわけだよ。ね 悲しいでしょで言われるんでなかなか授業が進まないとかそういう問題じゃないと自分で分かってないのが悪いんだろ分数ってのはな分子分母って書くんだよしかもここにハイフンが入ったり入んなかったりするんだよちなみに分子はいわゆる普通の数、えー、奇数っていうがね12345678910分母の方は助数で書く。 それから分分子がが以上のの場合分母の末尾に S がつく <S <laughs> こういうことを書くとね複雑ですねとか言って複雑じゃないよお前複数形だと S がつくんだけど。<laughs> でねたださ分子がね1の場合 1, 1っていうのはさあとも言えるんだよね。そういうことに対する備えがないとさね これはアだから監視のアだと思っちゃうじゃん。監視のアなんだけどこれはワンなんだよ。だから五分の一だよね。でだからまあアメリカ人の五分の一が死ぬって言うんですけどね。ちょっと待ちなさいね。この分でアメリカ人の五分の一が死ぬっていうこの部分が大事だっていう人ちょっと待ちなさい。アメリカ人は全員死にますよ。ね。アメリカ人だろうと日本人だろうと人間は全員死ぬんで五分の一が死んで五分の四が生きてるわけじゃないんですね。 つまりこのざっと説で言いたいことは死ぬってところになんかないんですよもちろん言いたいのはここですね without morning 事前の予告なしに死ぬつまり突然死ぬって言ってるんですねそれがこれのことだったんでしょう。突然死ぬですつまりいつ死ぬかわかんないって言うんですよねつまり死は突然やってくるいつ死ぬかわかんないよ で、なんでそんなこと急に言い出したんだ。いつ死ぬかわからんなんて、なんで急に言い出したのかって感じでしょ。